はい、どうも、こんにちは。またお昼作ってきたんですけど、今ね、買い物したら急に雨降ってきて、ちょっと髪がびしょびしょになっちゃって、ちょっとタオルで拭いたところなんですけど、まあ、今日作るのはですね、リガトーニっていうね、まあ、パスタの一種なんですけど、マカロニのグッドみたいなやつを使ってボロネーゼにしようかなと思っております。なので、ちょっと変わった感じかなと思うんで、ぜひ見てってください。こんな感じです。どうぞ。じゃあまたお昼を作っていきたいんですけど、今日はですね、こういうの作ります。リガトーニっていうんですかね。マカロニみたいなパスタですね。リガトーニをボロネーゼでいこうかなと思っています。で、春野菜とかいっぱい入れたボロネーゼにしようかなと思います。じゃあまずこのリガトーニの方をですね、茹でますけど、これ結構時間かかっちゃうんで10分ぐらい茹でなきゃいけないので、これはもう最初に茹でてます。全部茹でます。で、これを茹でてる間に具の方を作りますね。具材ですね。まずですね、ここですね。オリーブオイル。ニンニクね。で、鷹の爪。これをまず炒めます。そしてそこに入れるのがこれですね。合いびきですね。牛と豚の。これを。すぐ入れたいんで入れます。で、これをこうね炒めていきます。これはもう本当に中から肉汁がギャーッと出るまで炒めますね。肉たっぷりにしたほうが美味しいですからね。で、これをちょっとがっかりと炒めていきます。こんな感じで肉汁がいっぱい出てきたら、ここに入れるのが、まず、またタケノコもらったんですよ。なので、タケノコを細かく切ったもの。そして、これ新玉ねぎですね。で、これはモネちゃんが好きだというマッシュルームですね。キノコです。これを、たっぷりと、入れちゃいます。一緒に炒めます。このリガトーニっていうのは、このね、穴がでかいんで、マカロニ。のでかい版みたいな感じなので、その穴の中にソースが絡まって美味しくなるって感じなんでしょうね。なので、これをしっかりと炒めていきます。この市販のね、ボロネーゼソースを入れちゃいます。いろいろとこれだけだとね、味が単一になるので、お醤油もちょっと入れて、あとこの酒なんかも入れます。こんな感じで煮込んでいきます。これで少しね、味をなじませるために煮込んでですね、ケチャップも足します。こんな感じで。で、たっぷりのソースができたので、これを多少煮込んでから出来上がったパスタにかけていって完成です。こんな感じですね。リガトーニのボロネーゼソースです。後で盛り付けていきます。はい、どうも、こんにちは。これはですね、たけるくんのやつ2つぐらいですかね。るろうに剣心、獅子を真実、藤原竜也振り返る、剣心佐藤健らと死闘を繰り広げる。これはあれですか、この、藤原竜也さんがやったのが、獅子を真実。方なんですかね。るろうに剣心京都大会編ですね。これから見ようと思ってるやつなんですね。僕もちょっと、ね、今日は見ようかなと思ってるんですよね。もうね、映画の方が23日からじゃないですか。で、近づいてきてるんで、ちょっと見たいなとは、もう今のうちにもう全て学習しとこうかなというか、勉強しとこうかなと思ってるんで、過去作品ですよね。あれ全て一回見とこうかなっていうところなんですよね。結構いろんな人が出てるんですよね。瀬田総一郎っていうのが、神木隆之介くん。篠森っていうのが伊勢谷友介。京都大会編では、京都大会編にはこの藤原竜也さんが出てくるってことですね。なんか顔に包帯巻いてるんですかね。ちょっと怖い感じ、ホラーな感じがしますけどね。楽しみですね。剣心と最後の対決で放った時代がお前を選んだだけだというセリフも決して強がりではなく、新時代に対する二人の信念の強い紙一重の差で、剣心に勝利をもたらしたのだと納得せざるを得ないほどその強さを発揮、
藤原さんによる凄まじい熱演も相まってるローニケンシンシリーズによって忘れられないキャラクターとなったっていう感じになってますけどね。まあちょっとこれは楽しみです。あともう一つあったのは、これはね、佐藤健の新事実と共演者親友が証言、誰も知らない素顔が明らかにと。俳優佐藤健が19日放送の教えてもらう前と、あとね、やってますよね、そういう番組ね、に出演と。今回は1時間丸ごと誰もいない佐藤健の新人実をテーマにしていると。1時間丸ごとってのすごくないですか。かなり健くんに特化したって感じですよね。なんかこの前の佐藤健くんバースデーオンラインイベントで言ってましたよね。バラエティ出てきたっていうので、で結構がっつりバラエティ出たんですよねみたいな話をしてて、そのうち情報解禁になるんですけどって話だったんです。これなんですかね、もしかして。これ結構すごいですよね、1時間丸ごと佐藤健くんっていうのは。主演のアクション超大作ローニケンシン最終章となる2部作が4月23日と6月4日にそれぞれ幕を開ける。そこで今最も注目すべき俳優の一人、佐藤健特集、共演者や制作スタッフ佐藤健ラブ100人の声をもとに、佐藤の魅力と素顔を迫るルローニケンシンの初出し映像にも注目。あ、なるほど、ここで初出し映像もあるんですね。前年に比べて検索ワードが急増した人に送られるヤフー検索対象では20、オフィシャルヒゲダンディズムフワちゃんを抑えて2020年度の対象に輝いた佐藤健。まあ確かにそうでしたね、これはね。さらに俳優業だけでなく YouTube チャンネルを開設するなど新しい活動も積極的に。これなんだ、解説の漢字が間違ってんな。大丈夫か。モデルプレスなのに珍しいな、こんな初歩的な間違いをするとは。中でも公式の LINE ではまるで彼氏から LINE が届いたのかと勘違いするほどの内容でラバーを虜にしている。そんな彼がこだわる LINE の活用方法を公開。僕そのね、タケル君のLINE にね、友達登録したんですけど、一度もまだないんですよね、タケル君からのね、LINE が。いつ来るのかちょっとね、せっかくなったんで楽しみにしてるんですけどね。昨年放送されたドラマ、こいつずで共演した、これミキの構成ですかね。プライベートでもよく遊ぶというノブが、佐藤の素顔を告白。また19歳で出演していた大ヒットドラマ、ルーキーズの撮影秘話。20歳の時に出演した大河ドラマ龍馬伝の裏側や半分青い天皇の料理番、仮面ライダー伝王など、印象深いエピソードを関係者が証言する。そこから佐藤の負けず嫌いで努力家の一面が明らかに。これ面白そうですね。僕これ必ず録画ですね。これはもう永久保存版ですよ。さらにルローニケンシンシリーズで共演し佐藤の凄さを間近で見てきた武井絵美さんか、これは青木さん、あ、宗近さん、土屋太鳳さんか、まあ、そのアクションを大絶賛。3人が、佐藤健にやめてほしいことについてトークしたり、確かになるほど、要はといった口癖を VTR とともに検証する。あ、健くんの口癖なんかありそうですよね。大友啓史監督も撮影秘話を語るとともに佐藤の魅力を分析と。これまであまりプライベートを見せることのなかった佐藤に家での過ごし方やよく行く場所などを細かく取材、ラバーが知りたかった謎の多い私生活が明らかにと。武田くんってなかなか私生活が見えてこないんですよね。それがまあまたいいとこなんですけどね。シュガーなんかでね、いろいろと皆さんから、ファンの人たちからいろんなことを聞かれるじゃないですか。何やってたんですかとか、今日は何食べたんですかとか、近況はどうなんですかみたいなことを言ってて、まあ、ポツポツ語りはするんですけど、まあ、その言ってるところから、たけるくんのその私生活が全く見えてこないんですよね。実質こういう番組でね、たけるくんの私生活がなんとなく、垣間見えるっていうのは、興味深いところではあるんですよね。なんすかね、不思議な人ですよね。全くこう、なんと現実味がない人というか、今時珍しいじゃないですか。だ今はね、この最近の芸能人っていうのは割とこう私生活もね、自分のね売りみたいなところにして、今日こんなことした、あんなことしたっていうのを
SNS で報告したりとかして、プライベートをね切り売りしてね、どちらかというと人気をこう出していくっていうのが多いんですけど、武田君一切それないですよね。だから何をやってんのか、どんな生活してんのかっていう、まあ、生活感が全く見えてこないっていう珍しい感じがあるので、こういう撮影とかでね一緒になった人の声を聞いたりするのももちろん面白いんですけど、どっちかっていうともうそういうのも全部こう取っ払った素の毎日はどんな感じにしてんのかなっていうのが知りたいっちゃ知りたいですよね。ちょっとだまあなんていうのか、全く見えてこないで想像がつかないんですよね。謎解きとかやって遊んでるっていうのはちょっとわかるんですけど、まあそれでもあんまりいまいちこう読めてこないとか見えてこないんですよね。なのでちょっとこの番組はね、皆さんもねもちろん見るんでしょうけど、19日って言ってましたね。19日っていうと月曜日か、月曜日夜10時から、あ夜10時から、じゃあまあその時間とは僕はもう YouTube 開けるのやめます。どうせみんな見てくれないと思うので月曜日の夜10時はアップしないですね。夜10時前に全部終わらすか、もしくはそこを除いて11時以降に上げるかとか、なんかいろいろ考えて、この時は僕も集中してこれに見ようかなと、まあ、そんな感じですかね。ではでは。